はい、こんにちは。大人男子ラボの宮永愛斗です。宇科の大友です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今日はですね、僕が頭皮が硬すぎて有名なんですけどもこの前ヘッドスパサロンみたいなとこ行ったら、はい、今年一番硬いですって言われて、うん、本当にショックだったので、はい、駆け込みでですね宇科さんに来ました、はい。でメンズビューティーハックという名古屋のイベント、この前に大成くんとのコラボで告知したと思うんですけども、宇科さんともイベントでコラボさせていただくということで、つながりができたということで、はい、ここはもう YouTube 撮らせていただくしかないじゃんということで教えてもらいに来ました。よろしくお願いします。お願いします。軽く自己紹介していただいてもいいですか。はい、はい、宇科トータルビューティーサロンでヘッドスパをしております大友と申します。よろしくお願いします。ずっとヘッドスパしてるんですか。はい、ヘッドスパを専門でやっております。結構男性多いですか。そうですね、女性の方がもちろん多いんですけど、うん、男性の方もすごく増えてきてるなっていう印象が、はい、あります。はい、ということで今日は大友先生に、はい、頭皮の硬さのチェックの自宅でできる方法と、僕が大好きな剣山、宇科の剣山、ありがとうございます。こちら多分ね皆さん持ってる方多いと思うんでこれを使った自宅でできるセルフマッサージ、これを教えていただこうかなというふうに思いますので、はい、先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、まず頭皮の硬さチェックっていうのがあるんですか。はい、そうですね、こういうヘッドスパサロンとかにいらっしゃった際には、うん、私たちが頭皮を触って硬い場所とか、うんうん、そういったのをお伝えできるんですけれども、はい、なかなかそういうお店に行けなかったりとか、うん、今気になるっていう方も気になります見てる方も多いと思うので、うん、はい、今自分でできる頭皮チェックのやり方があるので、はい、ぜひ一緒にやってみていただきたいです。これやるとなんか自分が凝ってる場所とかマッサージした方がいい場所が分かるっていうイメージですか。分かります。お、はい、それはちょっと教えていただきたいです。あとは硬い場所によってどこが凝ってるのかっていうのも分かります。うんうん、お願いします。はい、お願いします。じゃあまず最初に、はい、まずは皆さん、うん、耳の上の頭皮をこう指でこうつまむようにしていただいて、はい、耳の上をちょっとこうプニプニつまめますか。うん、ギリそうですね、うんうん、耳がこう動いたりとかしていれば大丈夫です。はい、なるほど。はい、あ、でも動いてますね。ピクピクちょっと動いてますね。はいはいはい、ここでそもそもまずつまめない、うん、耳が全く動かないっていう方は結構要注意というか凝りすぎてる、はい、危険ゾーンになります。なるほど、皆さん大丈夫ですかなるほどなるほど。これ別に左右差とかはある人もあります。あ、そうですね、片方でよく噛む癖があるとか、そういったのがある場合はどちらかだけがすごい硬いっていうこともあると思います。はい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 、なるほど。なので、まあ、両方つまんでいただいて、うん、つまめるかどうかをまずチェックしていただきます。はいはい、じゃあ僕はギリということで、はい、ギリ続いてこめかみですね。こめかみを、ね、はい、同じようにこうやってつまんでいきます。はい、あ、さっきよりつかみづらい。そうですよね、ような気がする。耳上の時は結構、うん、しっかりつまめてた頭皮がこめかみに行くとちょっと力を入れないとつまめない。ね、でも今はまだ宮永さんみたいに目尻が少しこう、うん、動いていたりとか、つまむことでお顔の方まで少しこう動きが出ているようであれば、はい、まだ動いてる証拠になります。これ意外と動いてて、はい、そのヘッドスパ他店の方が、はい、ビジネストークで言ったってそうですね、もちろん柔らかいに越したことはないので、はいはい、ここが全くつまめないと本当にちょっとこう髪の毛に栄養が届きにくくなってたりとか、かなりの危険信号かもしれないです。じゃあまだ僕もいけてるかもしれないです。はい、セルフケアがちゃんとできてる証拠だと思います。剣山使ってるからかな、はい、じゃあ次次はここです。おでこ生え際のところ、あ、そうです、そこをつまんでみていただいて、つまめるか、あ、でもつまめていますね。つまめてますね。はい、でここも結構カチカチの方とかはもう指が滑っちゃってつまめないっていう方も多いです。なのでここがまだこうやって動いている分には頭皮も今動いてはいるんですけど、ただ耳上と比べるとやっぱりつまみにくいですよね。そうですね。なのでだんだんと頭皮もやっぱり重力に耐えきれず下に下がっていってしまって、ここが皮膚がこう突っ張って硬くなっているっていうような状態になります。一番つまめない場所っていうのがここのそのまま延長頂線上できた頭の一番尖ってるところ、頭頂部ですね、はいはい、そこをつまんでみてください。いやー、これは厳しいかもしれないですね
ここは結構私もちょっと危ないです、ね、あ、本当ですか、はい、あのヘッドスパやってますけど私でもここはちょっとつまみにくいですね。私ももともと硬いタイプなので、うん、つまみにくいです。皆さん大丈夫ですかつまめてますかなのでここが硬いっていうところがまず、はい、もし美容師さんに言われあのヘッドスパで言われた、はいはい、硬いって言われたのも、うん、ここが硬くなってるっていうこともあると思います。なるほどなるほど、確かにここら辺かもしれないですね、うん、そうですね、うん、なので頭皮も一概に一部分だけ柔らかければ OK ということでもなく、うんうん、あの場所によって凝ってる場所が全然違うっていうので、うんうん、ここが硬い方もいれば頭頂部が硬い方もいるし、うんうん、側頭部だけ硬いっていう方もいらっしゃいます、うん、なるほどなるほど、はい、なので今自分がどこが硬かったかなっていうのを覚えておいていただいて、覚えておきましょうか、はい、OK です。僕はここということで頭頂部ですね、はい、はい、でなんかその凝りって、はい、まあ、皆さん感じてる方多いと思うんですけど、いろいろ原因があるっていう事前のお話で伺ったんですけど、はい、なんか軽く代表的な原因を教えていただけたら嬉しいんですけど、はい、まず一番最初にここのつまんでいた耳上、はい、ここが側頭筋になります、うん、奥歯にグッと力入れていただくとモコッと、あ、本当だ、ここに筋肉がポコッと出てきますよね、うん、出てきます。これが食いしばりが原因で、うん、この側頭筋がグッと硬く発達します。あ、それは寝てる時とか、はい、寝てる時に歯ぎしりをしてしまったりとか、あとは食いしばり、寝てる時にグッと体に力が入って食いしばりをしている方、うんうんうん、なるほど、結構歯医者さんで食いしばりしてますねって言われてマウスピースしてるっていう方も多いんですけど、 あ、いますね、あと歯の矯正中とかもかなり横が硬くなります、うんうん、なるほど、はい、なのでここは食いしばりだったりとか、あとは肩こりがある方は体に力がこう入りやすいので、あ、でも特に冬の時期とかこうなりがちじゃないですか。もうアウターも重くなってきますし、うん、寒くて体が縮こまるので肩が凝って、なるほど、でここの側頭筋がカチカチになる、はいはいはい、これから冬あの寒くなってくるとより硬くなりやすい場所、注意ですね、はい、うんうん、なります、はい、で続いてここ、はい、ここちょっと硬かったちょっと硬かったところ、うん、ここは前頭筋といって、はい、まあ、おでことつながっている部分の筋肉になるんですけど、うんうん、ここはいわゆる、まあ、脳の疲れを表す場所になります。なのでよくパソコンとかあのスマホとか見ている方って目からすごい情報が入ってきますよね、うんうん、どん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 入ってきて自分でも知らない間にその入ってきた情報が処理しきれずに、はい、頭がずっと脳が疲れてしまったりとか、なるほど、なので寝れなくなっちゃったりとかするっていうのも、はいはいはい、ここがずっとぐるぐる働いていて、あとはあの寝てる時にすごく夢を見る方、はいはい、めっちゃ見ます、僕います、悪夢っていうのも全部悪夢それもここが硬くなる原因にもなってます。脳がずっとフル回転してしまって、はい、休めていないっていうので、ここは頭とか脳が疲れている方、目が疲れている方もここが硬くなりやすい場所になります、はいはい、で、続いてこの後ろの部分ですね、後頭部、ここってあまり自分だとそんなに、そうですね、触ることもあんまりない、くぼんでるところですかね。あ、そうですね、ここの首筋のところとか、うんうんうん、くぼんでいるところ、はい、ここの部分が硬い方、こことかはあの頭が前に落ちてしまっていると、頭って5キロから6キロ重さがあります、うんうん、なのでこの頭の重さをここがずっとこう引っ張り上げてくれてるような場所になるので、猫背の方とか、うん、猫背になると自然的に頭が肩より前に出てきてしまうので、うちの会社の人みんなそうだこうなってますでパソコンの姿勢もそうなんですよね、はい、絶対にこういう風に頭が前に落ちてしまうので、うんうん、頭は肩先の位置に、耳と肩先が同じ位置に乗っていると頭の後ろ側に負荷はかかりにくいです、うんうん、ここから少しでも頭がちょっとずつ前に落ちてくると、うん、後ろのこの後頭部のここの筋肉が頭を引っ張って支えてくれているので、ここが硬くなってきてしまう。なるほど、スマホめっちゃ見てる方とか注意じゃないですか。そうですね、今まさに、うん、今まさにこうやってやんないと、はい、姿勢、そうです肩と耳の位置は揃えて見るようにしてください、うんうんうん、はいはい、なのでそういったところをこうほぐしていってあげると、はい、目がすごく楽になったりとか、なるほど、血行が良くなって、うん、髪に栄養が届きやすくなる場所になります。なるほど、はい、原因的にはそんな感じですかね、はい、そうですね、多分僕目っすそうですね、目、多分皆さんも目だと思うんで、はい、今触っていてここが硬かったり、うん、はい、あとはまあ後頭部とかも硬くなっている方は目が疲れている可能性が高いです、うん、多分もう今 YouTube 見てる時点で多分皆さん目が疲れているので、はい、今日は頭も、じゃあ、はい、目から来る、はい、こり、眼精疲労みたいなところを心地よく剣山で、はい、ほぐすっていう方法ですね、大友先生にお願いしたいと思います。はい、お願いします、はい、じゃあレッツマッサージ。
はい、ということで、はい、僕の大好きな剣山であのマッサージしていくんですけども、改めてめっちゃ紹介してるんで知ってる方多いと思うんですけど、剣山説明というか、はい、どんなものか教えていただいてもいいですか。はい、はい、今羽化の剣山では硬さが4種類あります、うん、はい、で一番柔らかいのがこのピンクの硬さのソフトになります、うんうんうん、で続いて次の硬さがこちらの今宮永さん持っていただいているオレンジ色の、これいろんなカラーがあるんですけれども、今は名古屋のイベントも控えてるということで、はい、名古屋のカラーを持っていただいてます、はい、これ何のカラーなんですか。こちらは名古屋をあの味噌カツをイメージした味噌カツカラーになってます、はい、こちらがミディアムですね、うん、はい、なのでソフト、ミディアムで、こちらが剣山レギュラーといってあの表記は羽化剣山なんですけれども、うん、まあ、こちらがミディアムの次に硬い硬さになってます、はいはい、で一番硬いのがこちら、宮永さんもご紹介してくださっていたバリカタ、バリカタです。もう剣山の最も硬い、僕はこれです、はい、でこちらの4種類になっていて、まあ、硬さが4つあるのはもちろんお好みで選んでいただいても構わないんですけれども、それぞれの特徴とおすすめの使い方があります、うん、はい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 、例えばソフトだとすごく柔らかく先端がしなってくれるので、うん、まあ、リラックスしたい時とかにこう緩めるようなマッサージが得意なソフトの子になります、うんうんうん、でミディアムになりますと、剣山何買ったらいいの、初めての剣山の方にはまずファースト剣山はミディアムをおすすめしてます、うんうん、で、こちらの黒の剣山に関しては、まあ、シャンプー中にもすごく適度な刺激があって、うん、かつツボ押しにも最適な硬さがありますので、うん、洗う時にもあとはツボ押しとしてもお使いいただけるような、なるほど、いろんな用途がございます、はい、でこちらのバリカタなんですけれども、すごく硬いものになってますので、はい、その特性を生かして肩のこういったコリをほぐすような、やります僕も、あ、はい、そうなんです、すごい気持ちいいですよね、つぼ押しにすごく最適な子になってまして、うん、で硬さがあるがゆえにこのソフトはリラックスタイムに使っていただきたいんですけれども、うん、こちらは仕事中に眠くなってきた時とか何かもう一頑張り集中したい時に、なるほど、おすすめな硬さになってます。ありがとうございます、はい、じゃあ今回はミディアムでやろうかしら。そうですね、はい、なのでミディアムを使った眼精疲労のマッサージをお伝えしていけたらと思います、はいはい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、そしたらまずは眼精疲労のケアというところで、うん、はい、まずその硬くなっていたここのおでこのほぐし方、うん、はい、でおでこと頭皮って同じ皮膚1枚でつながっているので、うん、まずはおでこを緩めてあげることで、うん、ここの前頭筋を優しくほぐしていくやり方になります、はいはい、で早速なんですけども、剣山のこのトゲトゲの部分、うん、トゲトゲの部分をこういう風になんかこう流すような使い方もできます。おでこからこの生え際に向かって、気持ちいい、リンパドレナージュといって皮膚の下に溜まったむくみだったりとか、うん、老廃物を優しく撫でるだけで気持ちいい、老廃物を流すことができるので、そうなんですよ、結構剣山のトゲトゲってこう押し当てがちなんですけれども、うんうん、ミディアムとかみたいに適度な柔らかさがあるブラシだと、はいはい、こういうふうに肌の表面を撫でるようにしてマッサージしてあげるのも最初のマッサージの準備運動としてはすごくおすすめです。これからほぐしていくよっていうので、うんうんうん、血流を良くして行ってあげてから、剣山実はこのトゲトゲだけじゃなくて、はい、側面、はいはいはい、こちらをカッサのようにして使うこともできます。ここの羽化マークのこの上の部分ですね、はい、ここをおでこに当てていただいて、そのまま上下におでこの皮膚を揺らすようなイメージで、気持ちいい、でこのまま眉毛の上ってこう上げると筋肉がありますよね、うん、眉毛をクイッと上げるとモコッと出てくる筋肉、はい、ここが目が疲れてくるとここの頭皮がどん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 下がってきてしまって目が開きにくくなるんですよ。多分そういう風に感じてる方も多いと思うんですけど、目がなんか開きが悪いとか目がすごい重く感じるっていうのは、そうなってくると眉毛を引き上げて目を開けようとしてしまうんですね。なるほど。なのでそうするとここの筋肉が発達してきてしまって、よりおでこが硬くなってきてしまう。なのでまず日頃ここの酷使している眉毛の上の筋肉を、剣山のここの側面をカッサのようにして眉毛の上の筋肉を揺らすようにしてほぐしてあげると、これだけでもだいぶ気持ちいい。ちょっとゴリゴリしますね。ゴリゴリしますよね。なのでこの盛り上がってるこのゴリゴリを優しくこう揺らすようなイメージですね。ゴリゴリする、ゴリゴリ
こういうふうにゴリ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 ほぐしてあげて、そのまま上まで上がっていきます、はいはい、もちろんここの生え際の部分も大事なので、はい、髪の毛の上に乗っかるまでここまでほぐしていきます、はい、だいたい、まあ、指髪の毛の生え際から指2本分ぐらいは髪の毛の中に入っていっちゃって大丈夫です。なのでおでこから生え際、髪の毛の中まで前頭筋をほぐしていきます。これでもだいぶいい準備運動になってると思います。気持ちいい。気持ちいいですよね。普通にめっちゃもうこのまま寝たいです。今おでこのほぐしの準備運動ができました、はい、うんうん、ここからしっかり前頭筋を動かしていくマッサージになります、はい、この時は2個あるとすごく便利なので、うん、健さん2個使いでやっていきたいと思います。2個ですね、はい、はい。では2個使いで続いてやっていきます、はいはい、2個使いの時におすすめなのが頭皮をこう引き寄せるマッサージになります。眉山の上あたりですね、はいはい、眉山の上あたりに剣山を置いていただいて、はい、そこから頭を尖らせるようなイメージで中央に寄せていきます。いや、はい、めっちゃ気持ちいい。これこれほとんど力使ってないのに、うん、結構、ね、あのヘッドスパでやられるような、うん、結構こう引き上げるマッサージができますよね。ですね。剣山のこのトゲトゲがしっかり頭皮を掴んでくれるので、うん、そのまま斜め上にスーって引き上げるだけで、はい、ヘッドスパのよく私たちがやる手でグーッとお客様の頭皮をこう引き上げてるこの手技がこれで叶えられているような感じになります。なので今あの側面でほぐした、うん、柔らかくなったおでこを今度はグーッと中央に引き上げることによって、はい、頭の前頭筋よりここの後ろの部分は頭は筋肉はないのでそこまで生え際から後ろの方に少しずつこう寄せて引き上げていくのを頭頂部まで続けていってあげるとすごく目がパッとすっきり開きます。これこれこれがなかなかお店に行かないとできない感覚が、うん、あのご自宅でも簡単に再現できるのでこのマッサージすごく手も疲れないですし引き上がるのでこれちなみに、うん、あの健さん1個だと叶わないですか。あ、1個の場合はそうですね、片方は手で押さえていただいて片方をグーッと引き上げて、うん、1列やっていただいた後に持ち替えてまた反対側も手を添えてあげるのはすごく大事です、うんうん、このままでやってる頭がこっちに力が逃げていってしまうので必ず反対側からも同じ力を入れて支えてあげることで頭皮が引き上がります。これ何回ぐらいやるのがいいですか。4箇所ぐらい、うん、生え際から1、2、3、4と後ろに下がるようにして引き上げていっていただくと、はい、これだけでも結構こうおでこがこう柔らかく目が開けやすくなるマッサージになります、うん、はい、ありがとうございます、はい、はい、で続いて、はい、あの意外と目が疲れた時ってここを押さえがちですよね、はい、目が疲れたって言ってでも実際目のツボがある場所ってこの後ろなんですよね。ここの後頭下筋群って言われるここのあたりが目のツボの場所になります。なので目が疲れた時に今みたいにおでこもほぐしていただきたいんですけど同時に首の後ろもほぐしていただきたいです、うんうん、なのでそのやり方をこれもあの一旦健さん2個使って、はいで、はい、あのやっていきます、はい、その時に、はい、まあ、こういったちょっとこうスーッとするようなバームとかが何かもしあればあの首筋に塗っていただいたりとか、はい、ちょっとこめかみに塗っといていただくと、はい、すごく鼻からこうスーッとした香りが入っていって、うん、呼吸もしやすくなりますし、はい、スーッとするバームを首筋とかに塗っていただくとコリとかもほぐれやすくなるのでなるほど事前にそういったものがあれば使っていただけたらと思います、はいはい、バームを塗った状態で、はい、首の後ろのですねここを耳たぶの裏側にくぼんでるところがあるの分かりますか。耳たぶの、うんうん、斜め下ですね、はいはい、ここのくぼんでいるところに剣山を1個当てます。で反対側も耳の後ろのくぼんでいるところに剣山を当てます。でこの時に気をつけていただきたいのがこう探してる時って頭が落ちやすいんですね、はい、なのでこの状態でほぐそうと思っても頭が落ちている時に頭を引き上げる筋肉をほぐしたいので下がっているともうこの時点で筋肉がパンパンになってます、うん、なるほど。ほぐれないので必ずまっすぐ前を向いて、はい、頭は起こした状態でやっていきます、はい、でそこでまたさっきのこのマッサージと一緒で寄せます、はい、中央に、はい、真ん中に寄せますぐーっとぐーっと寄せます。その時に頭が絶対前に落ちないようにかつ肘を開いてですね後ろに寄せてあげるとすごくほぐれやすいです。気持ちいいですよね。気持ちいい。これは1個だとさっきと同じで片方手、はい、1個の場合は片方そうですね手で押さえてあげて片方ずつやっていくものになります、うんうん、で結構首の後ろなので片
ための剣山でもしっかりほぐしやすいかなと思うので、うん、ミディアムでももちろんいいんですけど、おすすめはバリカタぐらいの硬さがあると気持ちいいです。なるほど。でここの後頭下筋群って言って、ここの後頭部のところに後頭下筋群といって、目の疲れだったり首こり肩こりに直結する、はい、うん、ここのこりをほぐす場所があるので、はい、後頭下筋群を柔らかくするマッサージになります、はい、これも中心に引くのを何箇所かやりますか？もうここはこれだけで大丈夫ですか？そのまま下に下がっていっていただくともっと気持ちいいです。後頭下筋群を寄せるようにしてほぐしながら、首筋の方まで挟んでいく。で最終的には肩の付け根まで降りてくるので、そこまで行っちゃっていいですか？はい、肩の付け根を寄せるようにしてマッサージしていただくと、スマホの見過ぎだったりとかパソコン作業で凝り固まった首の肩の方までほぐせるので、うんうん、首肩、後頭部、首肩を一気にほぐせるマッサージになります。めっちゃ気持ちいいですね。ここ目が疲れてる方は特に効くと思います、うん、これだ。熱くなってきたそうですよね、ポカポカしてきますよね、うん、ポカポカしてきました。はい、ということで3パターンやらせていただきました。他にも多分いろいろさっきの原因によってやり方あると思うんですけど、はい、それってなんかうかさんのホームページが載ってたりします？ホームページの方でも剣山体操といって、剣山体操、はい、シャンプーの時の剣山の使い方、はいはい、あとはこのバリカタを使った仕事中に、例えばちょっと眠くなってきたなとか、午後もう一頑張りしたいなっていう時にやっていただきたいマッサージが載ってますので、はいはい、ぜひそちらもご覧ください。貼っておきます、はい、大友さんのインスタグラムも結構なんかいろいろ発信してます。はい、頭皮のほぐし方ももちろんそうなんですけど、剣山の使い方とかいろいろ載せているので、よかったらそちらも参考にしてみていただけたら嬉しいです。ということでありがとうございました。ありがとうございます。もうなんか今めっちゃポカポカですこれじゃあ日常的にやっていければなっていう感じなんですけど、はい、週にもう気づいた時にやっちゃっていい感じですかね？はい、もう頭皮ケアは本当に毎日のケアの積み重ねが大事なので、うん、なるほど、本当に1日1分2分でも短い時間で続けていただくことが大事です、うん、なるほど、わかりました、はい、じゃあ毎日やって固くなって、一番固いですって言われないように頑張りますはい、はい、ぜひやってみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さん、うかさんとコラボで高島屋ゲートタワーモールでですね、メンズビューティーハックやりますので、もしお時間あればそちらも来ていただけると幸いです。お待ちしてます。今日ミッドタウン店なんですけども、お父さんここでヘッドスパやられてるということで、はい、ヘッドスパ本気を体験したい方はここに来るすごいですね店内。あ、そうなんですよ、すごく六本木ミッドタウントータルビューティーサロンなので、まつげとかネイル、あとヘア、はい、エステもやっております。はい、それも概要欄貼ってきますので、ぜひご来店ください。お待ちしてます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。